女性はトレンドに敏感です。唇や体の様々なパーツを盛りますが、やりすぎだと思いますか？こちらをご覧ください。他の惑星から来たのでしょうか？この美しい女性は頭の上にヤシの木を生やしています。こちらの女性はこの手で一体何をするのでしょうか？今日は世界中からよりすぐりの珍しい特徴を持つ女性たちをご紹介します。でもまずはチャンネル登録とベルを鳴らすのをお忘れなく。この女性が見てますよ。世界最強の女性ってどんな人なのでしょうか？鉄の上腕二頭筋を持っていて、 147.5kg のベンチプレスで鍛え上げているはずです。見てみたいですか？目の前にいる彼女がそうです。その通り女性です。身長は175センチ、アンナ・クルキナの体重は133キロで、とても男性的です。アンナは自分は強い女性の一員なのだと言います。どう思いますか？コメントお待ちしています。他の子と違っていたのは、若い頃野生動物がいる動物園で働いていたということだけです。鍛えるためにジムに通い、夢中になった挙句見た目が一変してしまいました。現在アンナは14個の記録を持ち、そのうちの10個はまだ破られていません。こちらの美しい女性もまたジム通いを欠かしません。いくつだと思いますか？20代？30代？ヒントをあげましょう。この写真の子供たちは彼女の孫です。年齢はなんと51歳なのです。ジャクリーン・ピサノは世界一セクシーなおばあちゃんとして知られています。整形外科の看板として引っ張りだこかと思いきや、若さの秘密は遺伝子とアクティブなライフスタイルにあるといいます。ファッションの知識が豊富なこともあり、インスタグラムには50万人のフォロワーがいます。ではこの女性はいくつだと思いますか？今すぐコメントしてください。50歳ではありませんよ。デザイナーのベラ・ウォンは20歳くらいに見えますが、71歳です。このビデオに高評価をすれば、あなたの老後もこんな風になるかも。こちらの学校帰りの可愛い女の子をご覧ください。現在28歳のこの女性は教師としてここで働いています。メーガン・グラナンは珍しいタイプの小人症を持って生まれ、世界でも100件しか症例がありません。身長はわずか1メートルです。双子の妹との違いは歴然です。教え子のほとんどがメーガンより背が高く、自分が大人であることを証明する必要がありますが、メーガンはこの仕事が大好きです。この女性はドラマ「ウィッチャー」のシリのために役作りが必要でした。しかしアミナ・エペンディエバなら衣装を着るだけで十分でしょう。彼女はアルビノを持って生まれました。メラニンが不足するために肌や髪、まつげまでもが真っ白です。でもそれだけではありません。交際移植症でもあり、瞳の色が異なります。片側は青く、もう一方は茶色です。モデルとしてのキャリアの成功が保証されていますが、本人はまだそれほど興味がないようです。ナターシャ・クラウンは歴史に残る記録を作ることにしました。大きなお尻で。でもカーダシアン姉妹に先を越されましたね。ヒップの大きさはほぼ2メートル。その秘訣はシンプルで、ひたすら食べること。一月でヌテラを12個空にします。体重が増えたら整形外科の元を訪ね、脂肪を使ってヒップをさらに大きくするのです。4年間でブラジリアンリフトと呼ばれる整形手術を3回しました。これまでに何度も椅子とベッドを壊したそうです。それでもそのスタイルを愛し、やめるつもりはありません。こちらの中国人女性ティン・ヒアフェンの記録は何だと思いますか？その胸はそれぞれ10キロ以上の重さがあります。そう、世界最大のナチュラルバストの持ち主です。実はティンが患っていたのは、組織が異常に増殖するギガントマスティアと呼ばれる病気だったのです。
そのバストもついに成長が止まり、今心配しなければならないのは自身の知名度だけです。ウクライナのジュリアンナ・ユセフが有名なのは肌のシミです。その体は巨大な茶色のほくろで覆われています。まるで水着を着ているかのようです。日光浴するときに活用するんでしょうか。子供の頃いじめられっ子だった彼女がこれほど称賛されるとは誰も想像しなかったでしょう。現在はブロガー兼モデルとして成功し、写真がロンドンでの展覧会 How Do You See Me Now にも展示されました。これまでに見た一番大きな女性を想像してみてください。こちらはガビ・ガルシアです。そう、彼女は巨大です。身長は188センチ、そしてガビの体重は約105キロです。長年の柔術の訓練のおかげで体はとても筋肉質です。総合格闘技で5勝し負けなしです。一度ガブリエルの対戦相手が小さすぎるという理由でキャンセルされたマッチがありますが、怒ってはいけません。アンナ・クルキナにアームレスリングで挑めるかもしれませんよ。中国のイワン・ヘジュンはボディービルに情熱を注ぎ、まるでストリートファイターのチュン・リーのようになりました。その足は世界で最も筋肉質と言っていいでしょう。ご覧ください。これほどの足なら格闘家になるのは簡単ですが、中国の病院で医療に従事することを選びました。髪を溶かすことを億劫に感じる人は多いと思いますが、コートジボワールのレテシア会は髪で芸術を生み出します。ペット？頭の上にヤシの木？ギター？レテシアの手にかかれば不可能はありません。どこでも20分から2時間ほどの時間があればアートを作り上げます。自身の髪の毛の他にワイヤーやヘアワックス、透け毛を使います。タイのドワンジェイ・サマクサマムは世界一の腕の持ち主と言っていいでしょう。その両腕の重さは20キロ。まるでポパイのようですが、そのスーパーパワーは腕とは関係ありません。ドワンジェイは世界で唯一脂肪主性巨大症を患っています。脂肪が腕、指、手に蓄積します。腕を上げるだけでも大変ですが、彼女は諦めません。お店で働き、小さな商品も自分で棚に並べます。この病気に特効薬はないため、巨大な腕を抱えて生活する術を日々学んでいます。モデルの B ・メルブニンはその肌と対照的な髪の色を持つことで有名になりました。とても珍しい組み合わせで、その美貌は驚くべきものです。フォトショップを使い髪を染め、肌を黒くしているのだと揶揄するフォロワーがいますが、 B はそれを否定しています。あなたは本物だと思いますか？ぜひコメントしてくださいね。ハンナ・ローズ・ダルトンは地上のすべての美しさの基準を蹴散らすため変身した。その姿はエイリアンです。朝は頭と眉毛を剃ることから始まり、その上に化粧を塗り重ねます。不気味なコンタクトレンズとおかしなアクセサリーも追加します。買い物へ行く準備が整ったようです。ハンナは自分の主張に合った服を見つけることができず、作ることにしたのです。この皮膚でできたようなヒールに未来的なドレスをご覧ください。そんなハンナが18歳まで制服を着て化粧を全くしていなかったとは信じられません。ティファニー・ゲイゲルは身長わずか120センチで首を回すことはできません。でも踊れます。ヤーコ・レビン症候群のため背骨がくの字に曲がり、胴体が非常に短くなっています。その症例は20万人に1人と言われています。同時にプロのバレリーナであり、バレエスクールのトレーナーでもあります。他のダンサーと同じ踊りを披露しますが、どのトレーニングも彼女にとっては簡単ではありません。足がなくても可能性は無限大。それがモットーのカンヤ・セッサーは車椅子よりもスケボーとサーフボードが大好き。
カンヤは自分の美しさを証明するためモデルの斡旋会社に写真を送りました。そのうちの1社がカンヤを高く評価します。現在カンヤはスポーツブランドのために活動し、1日に1000ドル以上稼いでいます。ポリアンヌ・ホープは片足で暮らしていますが、バレリーナになる夢を諦めませんでした。子供の頃から踊ることを夢見ていた彼女は、トーシューズの代わりにプリングルスの缶を使ったりしました。義足で歩くことはできましたが、つま先立ちはできません。そこで父親がその踊りをネットで公開すると、 BBC の不可能を発明で可能にする番組 Inventing the Impossible から連絡が入ります。エンジニアが義足を開発し、本物のバレリーナのように踊れるようになったのです。エビータ・デルムンドは子供の頃、チョコチップクッキーと呼ばれていました。褒め言葉ではありません。それは体に大きなほくろがたくさんあったからです。足、腕、お腹、そして顔にもあり、ほくろの他に首や肩にも大きなあざがあります。エビータは整形外科に頼ることもできましたが、ミスマレーシアのオーディションに出場し、美しさの基準に疑問を投げかけます。今見ているのは未来のミスユニバースかもしれません。ウィニー・ハーローは色素沈着障害を持つ女性として世界初のモデルとなり、注目を集めました。顔、腕、足の真っ白な斑点は白斑で、名声とお金をもたらしました。コールセンターの従業員だったウィニーは、テレビ番組アメリカズネクストトップモデルへの出演がきっかけで有名になります。その印象的な外観のおかげで、デシグアルとの契約を勝ち取り、ビヨンセ、エミネム、シアのビデオに出演。ビクトリア・シークレットのショーにも登場しました。カナダのケイティン・スティッケルスがエキゾチックに見えるのは、余分な染色体が原因です。顔が変形するキャットアイ症候群を患っています。その珍しい顔に加え、カールヘアの赤毛と小柄な体格が特徴です。身長は155センチ、体重は40キロですが、それはモデルになるための妨げにはなりませんでした。有名な写真家ニック・ナイトは、ケイティンの写真を見つけるとすぐに V マガジンのファッション特集の写真撮影に招待しました。その後、プラダ、ディオール、コーチの目に留まります。このキティをどう思いますか？今日は以上です。誰に一番驚いたかコメントお待ちしています。あなたの周りにも珍しい人がいるかもしれません。いいねとチャンネル購読をお忘れなく。では次のビデオでお会いしましょう。